プリンス・アルバートはカナダのサスカチュワン州の都市、州中央部のサスカチュワン川沿いに位置する、サスカトゥーン州とレジャイナに次ぐ州内第三の都市である。名前はイギリスのビクトリア女王の夫、アルバート公にちなむ。プリンス・アルバートは州北部へ向かう最の最後の人口密集地であるため、北へのゲートウェイとして知られる。従来この町はクリー族によって、 キスタピナニクと名付けられていた。1692年に、最初の白人ヘンリー・ケルシーが来訪し、その後公益所が創設された。1862年に、ハドソン湾会社の AKM ティ社員、ジェームズ・イスビスターが、現在の市街地に入職して、農耕を行い、ついで他の入職者たちも増えた。1866年に、カナダ長老派協会が、 教会を中心としたコミュニティを現在の市街地中央部に建設した。また町の西部にできたポータータウンと合わせ、現在のプリンスアルバートとなった。プリンスアルバートはノースサスカチュアン川岸にあり、南部は肥沃で濃厚に適した土地で、その北には大河が広がる。プリンスアルバートは州北部へのゲートウェイとして発展した。ただしカナダ太平洋鉄道が敷設した。 大陸横断鉄道はもっと南側のルートを通ったため、町の発展は止まったとされ、1927年には、市は破産寸前となった。1945年に、プリンスアルバート国立公園が設立され、観光部門が再び市の経済に活況をもたらした。その後は、農業、林業、観光、工業及びその他のサービス産業を中心に発展した。 ありがとうございます。